こんにちは、タケです。タケの人朝礼です。仕事の実践力や自己スキルアップのための人朝礼です。今日は2016年の5月の29日の日曜日ですね。今日の朝3時45分ぐらいですかね、ぐらいから、レアル対、アトレチコですね、マドリードダービーやったんですけど、まあダービーって言ってもそのチャンピオンズリーグですね、チャンピオンズリーグのマドリードダービーみたいなもんですよね、あったんですけどね、僕的にはもうレアルの圧勝的なあれなのかなと思ったけど、やっぱりアトレチコもね、守備がうまいんですよね。結構プレスも早かったんで、で、やばいところに絶対人が戻ってくるんで、かなりね試合的には面白かったです。まあまあ攻めのレアル対、もっとね攻めのレアル対あの守りのマドリード的になるかなと思ったけど、意外にねそうじゃない、そんなにことなかったんですね。で、レアルが点取ってからね、レアルがあんまり前に攻めなくなったんですよね。どっちかというとポジションから考えたらレアルの方が絶対多いのに、ほぼ途中、最後の方は分からないですけど、途中まではほぼ互角ぐらい、後半終わった頃かには互角でしたもんね。あのほとんどその差がない感じであったんで、52対48ぐらいだったかな、多分確かね、ちゃんと覚えてないですけど、要はある程度もう点入れてからもうどっちかというと相手のアテルチコにボールを持たせるって感じだったんでしょうね。だからあのボールを持たされたって持たされたんで、得意のはカウンターがちょっとできない感じになってましたね。まあでもねやっぱり面白いです。やっぱりそのアテルチコもね、やっぱり何も守備だけっていうチームじゃないんで、やっぱりフェルナンド・トーレスとかねおるんで、やっぱり点はやっぱ取りますよね。だからめちゃくちゃで PK とか惜しいとこあったんですけどね、なかなかねちょっとだからお互いチャンスはあったけどなかなか入れへん感じでしたね。まあでもほんで延長になったんですけど、結局最終的に PK で最後誰だかな、最後のアトレチコの選手が外して、クリスチャノ・ロナウドが入れて、だから5-4で勝利ですね。 PK の 5-4 で勝利でしたね。いや、フランフランじゃないわ、何やったかな、フランフランやったかなが外しちゃったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ面白い試合になりましたね。ただね、僕もうちょっと早くもうちょっと睡眠取りたかったんですけどね。もう PK までになったらね、ゆっくりできないんで、ほんま困るんですよね。まあでもほんま、レアルおめでとうございます。まあ僕的にはね、まあ、2年前にアトレチコが負けたんで、アトレチコに勝ってほしかったんですけど、どっちのファンとかじゃないんですけど、やっぱりね、レアル強すぎるんで、やっぱりね、弱い方をちょっと応援してしまうんで、アトレチコにできれば勝ってほしかったけど、フェルナンド・トーレスに王冠をね渡したかったですけどね。まあ勝負はその時の運やからね、PK は分かんないです。そしたら、以上です。そしたら、今日は2016年のあそこだ、以上です。そしたら竹野人一朝礼ですが、昨日は忙しくてツイッター戦略の実践だけですね。今日は、リストールの改善と、リストールの改善だけ と、ツイッター戦略の実践だけですね。今日はリストールの改善と、ブログの準備、ツイッター戦略の実践、フェイスブック戦略の実践、マーケティング戦略の実践と改善、出店戦略を考えたいと思います。以上、竹野人朝礼でした。